参政党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和5年4月23日に、富士市議会議員選挙が実施されました。参政党からは大内英二さんが立候補され、定数32、候補者42のところ38番目で落選されました。それでは開票結果見てみましょう。はい、ずっと下まで見ますね。 所属議員が多いですね。ずっと見ます。ずっと見ますね。はい。えー、大内英二さん。九百六十票で落選されました。大内英二さんお疲れ様でした。ではまたね。バイバイ。ご視聴 ありがとうございました。ぜひチャンネル登録いいねボタンコメント入力をよろしくお願いいたします。